業界初、触れずに変える姿勢矯正トレーナーのレグルスです。多くの方が悩まれている肩こりと四十肩について説明していきます。定義として、肩こりは首から肩の筋肉疲労を言い、四十肩は肩関節の炎症のことを言います。この動画を見ている大多数の方は、猫背、反り腰、巻き肩、ストレートネックのいずれかだと思います。これらを感知する方法は、こちらの動画をご覧ください。この動画でお伝えする肩こりと四十肩の解決策は、どちらも人間本来の姿勢になり、肩甲骨の柔らかさを手に入れることです。肩甲骨の柔らかさを手に入れると聞くと、手や肩を動かすストレッチを続けないといけないと思っている方は多いと思います。実はこれが間違っていて、一時的には痛みが改善するかもしれませんが、またすぐに戻ってしまいます。肩甲骨の柔らかさを手に入れ、肩こりと四十肩を感知するためには、股関節重心の姿勢になり、胴体の癒着を取り、腸腰筋と背骨を正しく動かしていき、腰の筋肉ではなく腸腰筋で姿勢を保持する必要があります。すると肩の位置が下に下がって背中側に位置して、肩甲骨が柔らかくなっていきます。ということは、整体などで外からほぐしてもらっても、あくまで一時的なものということです。そして体操を続けていくと、胴体と肩が分離していきます。上半身を少し前傾にした股関節重心の姿勢で、肘を後ろにやっても胴体がつられないのがわかると思います。私は胴体を動かす体操はしていますが、手や肩のストレッチはしていません。これは肩こりと四十肩で悩まれていた受講者の方の数ヶ月の変化ですが、最初は骨盤が後傾で体の重心がずれているのがわかると思います。股関節重心になり、腸腰筋と背骨を正しく動かしていくことで、体の重心が股関節に戻り、少しずつ肩の位置が下に下がり、背中側に位置していきます。お二人は肩こり、四十肩を解消され、胴体と肩が分離されています。これから皆さんにこのバランスボードを使った体操と腸腰筋と背骨を動かす体操をお伝えしますので、最後までご視聴していただきたいと思います。普段の股関節重心の姿勢に合わせてバランスボードに乗ることで体の重心の位置が戻っていきます。股関節重心の姿勢についてはこの2つの動画を見て必ず実践してください。普段の姿勢がいかに間違っているかがわかると思います。腰痛や膝の痛み、疲れやすいことで悩んでいる方は、こちらの動画もご覧ください。それでは早速行きましょう。概要欄に貼っている推奨しているバランスボードを購入していただいて、壁などを正面にした状態で乗っていきます。乗り方の注意点は、つま先はまっすぐで、一拳間を空けてください。両人差し指を壁につけた状態で、膝を曲げて上半身を少し倒します。顔は下げずに少し上げてください。お尻の上が後ろに引っ張られるような感覚で乗ると安定します。この姿勢で20秒乗ってください。慣れてきた方は指を離してお願いします。股関節に重心がないと、このようにボードが震えます。バランスボードから降りて立ってみると、股関節の感覚が少し芽生えると思います。腸腰筋と背骨を正しく動かす体操をしていきます。椅子に座って、足と膝の間を一拳開けた姿勢を作ってください。両手を振って、手が重いのを感じてください。手を振りながら、上半身を倒していくと手が軽くなる位置があると思います。この姿勢が股関節に重心がある姿勢なので、この姿勢をキープした状態で手を頭の後ろに置いて背骨を丸めて反るを10回やっていきます。注意点は前に倒れるのではなくて
背骨を丸める意識でお願いします。骨盤がこのように動かないようにお願いします。足と膝を一拳開けた姿勢で、手が軽くなる位置を見つけて、丸める、反る。正面が10回終わったら、先ほどの姿勢をキープしたまま、右足に体重を乗せます。膝と骨盤が開かないようにゆっくり右にねじっていきます。この位置で丸める反るを10回やっていきます。注意点は同じで、骨盤が動かないこと、膝の間が開かないようにお願いします。右が10回終わったら先ほどの姿勢になり、次は左足に体重を乗せて左にねじっていきます。丸める反るを10回やっていきます。椅子の体操が10回ずつ終わって立ち上がってみると、軽く立てる感覚が芽生えると思います。腸腰筋と背骨を正確に動かしたからという理由です。皆さんお疲れ様でした。今日から普段の股関節重心の姿勢に合わせて、この体操を毎日継続してみてください。少しずつ重心の位置と肩の位置が本来の位置に戻り、肩甲骨が柔らかくなっていきます。確実に最短で治したい方は、レグルスの姿勢矯正システムを受講することをお勧めします。1日10分の正しい体操があなたを変えます。次回からも皆さんにとって有益な情報を投稿していきますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをしてもらえれば嬉しいです。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいね、質問などをしてもらえればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。